忍者めぐまる一人旅。おはようございます。今日は山梨に気になるカフェがあるので、そのカフェに秋の味覚は楽しみに行きたいと思います。なんかロケーションも素敵みたいなんですけど、メニューでなんかぶどうのピザっていうのがあって、それが気になってちょっと食べてみたいと思います。昨日雨が降ってまだ路面が乾いてないんでね、気をつけて行ってきたいと思います。行ってきます。皆さん、ぶどうのピザってどう思います？食べてみたい？そんなもん食べたくない？まーさんはね、なんじゃそりゃって言ってたんだから、今回も一人で行こうかなと思って、今一人でバイクを走らせてます。わ、でかい水たまりが。いや、どうしよう、トンネルの中が雨。やばいやばい、ここ滝、冷たい。もう天気がいいのに濡れちゃうんだから。すごい茶色い。前来た時はね、青くて綺麗だったの。綺麗。オレンジの橋だ。山梨県。なんで誰もいないんだろう。道合ってんのかな。こんな誰もいないのおかしくない？まあ最高。はい、大菩薩ラインからフルーツラインに入りました。果物畑がいっぱい。ここ？マジで？これだ。いた。ここはなんか武田信玄が眠るお寺だそうです。
次は気になるカフェに行こうと思います。なんでかいボーリングのピン。ボーリング好きなのかな。ここじゃない、ここを右折。書いてある書いてある、徒歩5分だって。これ登んのマジで合ってる。本当にあるのかなこれ。地図だとあることになってるけど、どこ、ここだ、ここ縁側カフェ、ここ大回りで入ればいけるか。縁側砂防さん、本当に縁側の築150年の古民家カフェなんです。ちょっと入ってみたいと思います。ごちそうさまでした。戻るのも怖いぜ。なんか来る時もこっちから来た方が絶対簡単だし分かりやすいじゃん。なんか Google トラックにはまってたんだ。さっきこっちの道登ってっちゃったんだね。今から行くのはワインセラーなんですけど、めぐまるはワインは飲まないんですけど、昔使ってたトンネルを再利用してワインセラーを作ったらしいんですけど、そのトンネルの方に興味があってちょっとトンネルを見に行きたいと思います。信号を左。
トルあるそうで、さっき受付の人が丁寧に教えてくれました。このロッカーみたいなのがオーナーさんのワイン、皆さんワインを貯蔵してるそうです。すごいね、これ昔はここを電車が通ってたんですって。100年以上前のトンネルなんだって。すごい、しっかり作ってある。ありがとうございました。ちょっと待っててね、ドロンコになっちゃった。橋側は今は通れないんだけど、ちょっと前までは遊歩道として使われてたそうです。本当はこっちも行きたかったんだけど、すごい線路がある。よし、帰るぞ。ここの受付の人がめちゃくちゃいい人だった。丁寧にいろいろ教えてくれたから分かりやすかった。すごいいいところ。よし、帰りは中央道でビューンと東京まで帰っちゃいたいと思います。皆さんもよかったら行ってみてはどうでしょうか。